どうもー、東京ザネズミでーす。今日の企画は、わさびコーヒードッキリが、今日はね、ちょっとドッキリをやろうと思ってるんですけどね、矢野くんのモーニングルーティンを撮るっていうことを言ってるんですよ。それでね、矢野くんってね、朝起きた時必ずコーヒー飲むんですけどもね、コーヒー飲むシーンも撮ろうと思ってましてね、そのコーヒーの中にね、わさびチューブを一本丸ごと入れてみようと思ってるんですよ。矢野くんちょっと今ご飯食べに外出てってんですよ。だからそのうちにね、矢野くんの飲みかけのコーヒー、これにわさびチューブを入れて、今のうちにドリンクを作っていきたいと思いまーす。いやーね、帰ってきちゃうから、ちょっともう作っちゃいますよ。わさびをね、入れていきまーす。これでね、お箸で混ぜてと、まあ、こんなもんですね。振って振ってできました。こちらが矢野くん大好きコーヒーでーす。あとはね、矢野くんが帰ってくるのを待つだけでーす。それではやってみよう。え、これでまず寝てりゃいいのか、俺が。そう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 。え、まず起きればいいの？そうそうそう、まず寝て起きて、うん、じゃあどうしようかな。まあそう、寝てる感じやな。で起きて、え、次がコーヒーのシーン。次コーヒー飲んで、うん、うん、次コーヒーのシーンか。でその後歯ブラシとかやるから。あ、歯ブラシのやつもある、うん、で最初寝ててで、うーんみたいな、なんかまあ普段通りでいいな、うーんみたいな、まあちょっとちょけるな、うん、ふーみたいにちょけてで、次そっちの部屋行ってコーヒーを飲むシーンを撮ればいいの。うん、見たい人いるこれ。まあ俺は見たいけどね。本当見たい人いるの。じゃあまず寝て起きるシーンだね、じゃあ、うん、はい。でいいの？うん、いいよ、よかったよかった。でもこっちの部屋。そう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 。でまあいつもの感じでね。うん、ここ回す必要あるのかっていう話だけど。いや、まあまあまあ。で座ってコーヒー飲む。うん。ああ、でコーヒー。コーヒー倉庫にある。コーヒーこっちや。それやべえだろ。え？いやぬるいだろ。いや自分の飲みかけじゃん。いやそうだけど。冷蔵庫入れた気してたけど。いや誰もそれ入れないよ。いやいやいや、マジ。じゃあこれを飲んで、で次歯磨きね。そう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 。え、どういうふうに飲むの？普通に飲めばいいのか。もういつも通りで。あ、オッケー。うん。いつものコーヒーと違う？何これ。あ、いつもこうしたの？どうしたどうした？え？いや、コーヒーよ。自分の飲みかけやつ。コーヒーかこれ。何これ。書いてあるクラフトボスです。それ俺がいつも飲んでるクラフトボスじゃないだろ。何これ変なことしただろお前。何これ。え、もう一回飲んでみて。え、破裂したけどな。マジで何よこれ。それドッキリでーす。
ドッキリ大成功。なんだ、なにこれ。わさび入りコーヒーでーす。いやかけるタイプじゃないだろ、今日。わさびチューブ入れちゃった君が、うん、話し合おう一回そんなこと意味がないのよ、意味が分かんないよ、そんなモーニングルーティーン、え、モーニングルーティーンは、いや、あれも嘘です、マジで言ってんの、あー、見たくありません、うん、君もう本当にいい加減しろよ、もう何が楽しいんだよこれ君も服びちょ濡れじゃないか、コーヒーで、これは俺のドッキリだったね、いや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 、うん、僕だって今日本当にモーニングルーティーン取ると思ってたんだから、うん、なんか妙に格好つけてたねうん、コーヒーのもういや、まあここまで手を込んでやるぐらいのドッキリじゃないしね、もう最悪だよね何じゃあわさびコーヒードッキリの検証結果、矢野くんお願いします。あ、もう検証結果、うん、検証結果、いや、なにこれなんなのこれ、何の意味があるのこれ、それでいいですか、それでいいよ、それでいいよ、別に東京挫折組です、お願いします。